箱根丸山物産では箱根寄木細工という伝統工芸品をですね、製造並びに販売をしております。観光のお土産的な位置づけからどうしても脱却できていなかったというのが一つ大きな課題だと思います。石ですと当然そのここにいらっしゃらなくてもお買い求めいただけるので、まあ今まではただの旅行のお土産だったんですけれども、それが広がってお使いいただける範囲が広がったというふうに考えております。アマゾンへ出品してから売り上げが3割4割増加したということを実感しております。アマゾンで販売するようになりまして、それを元に興味を持ってくれたそういった方が箱根の実店舗へお越しいただいて、さらに他の商品を買い求めになったりだとか、お子様が一緒に来店されて体験制作をされたりとか、いうことも非常に多いケースがございます。やってみて、まあ嬉しい驚きというか、そういう形でしたね。はい、Amazon さんの FBA、 これを利用させていただいて発送に関する負担とかですね、そういう手間もだいぶ軽減できましたし、翌日発送ということを全国で展開されておりますので、我々が発送するよりも早く確実にお届けできるようになったというふうに思っております。今まではその日本国内のお客様にお買い求めいただいたのが、アマゾングローバルセリングでは、例えばアメリカのお客様へもですね、迅速に確実に低コストで届けるようになったということが大きなメリットだと思っています。アマゾンの物流拠点神奈川県にできてから、我々の製品もですね、日本全国発送もできますし、そういった意味でアマゾンの神奈川県の投資は非常に我々地場産業各種企業の役に立っているというふうに思います。